ご覧の皆様こんにちは。ホッセルと申します。プレイステーション2のサイレントヒル4の実況プレイですね。やっていきましょうか。本日もよろしくお願いいたします。今いるマップは独房で、独房のそれぞれの部屋、円形になってるんだけど、ここを回転させることができて、で、決まった形に回転させて合わせろっていうの謎解きをやっております。で、このハンドルを動かすことによって独房を回転させることができるんだよね。で、所定の位置に合わせるっていう謎解きに挑戦してますね。で、今いるこの3階の独房を1回回すことによって謎が解けるのではないかと。開いた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 。よし。どんどん謎が解けていく。で、独房が開いたということは、あの閉じ込められたジジイに会えばいいってことだよね。アイスの池部屋ってどこだっけ。とりあえず一回覗いてみたい。多分もう外に出てるよな、勝手に。扉が開いたのに中にいる理由がないから、多分外に出てるはず。勝手に動いたりしないでしょ。どこだったかも全然わかんねえわ。というわけで、そしたら一度戻って、GC に会いましょうか。イベント発生していく。あ、また子供が謎の子供。やっぱり黒幕か？ガキンチョ。I'm Andrew DeSalvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh, God. Oh my God. Oh my God. ここまで何回もウォルター・サリバン名前出てきてるけどさ、ぶっちゃけ黒幕だよな。ここまでの話の流れから察するに、あんなガキなんだ。とりあえずこの被害のやつを一体一体倒して追いかければいいか。じゃあ多分死ぬのはこのチャプターで、あのだらしない体型の男だよね、あのデブで。俺どこ行けばいいの、ぶっちゃけた話。俺次どこ行けばいいんだよなあ。まだ何かやってなかったことあったっけ。地下1階まで行かなくてはならない。で、水を流した。水門動かしてるから、水門動かしたら何起こるんだっけ。あ、電気つくってことね。電気はつけて、あ、これ。北東には厨房があるんだけど、その隣北西には処刑部屋がある。数字を入れないと開かない。え、だけど、え、待ってくれ。近い。1階ってここだよな。あ、じゃあ開かない扉を開けた先っていうことか。そもそもどうやって行くんだよ。ここの部屋には何もないよね。子供が出て行った後を追いかけていけば何か起こることを期待して、ちょっと戻ってみるわ。じゃあ
どっか行けば右往左往すればイベント起きるでしょ、そのうち。幸いなことにはしごがあるから各フロアの行き来はそこまで苦労しないけど。ここ多分水門動かして落ちてくる水が収束するところなんじゃねえか。あ、動いてないだけど水門が。水門じゃない、水車か。上の階から水を下ろしてこの水車を動かさないといけないってことだよね。水車を動かすことによって電力が供給されるってことだよね。で、電気が暗いのは3階っつって言ってたよな。普通に行き来できたよね、これ。だけど。あ、それともかなりこれ明るくやってるからかな、俺もしかして。動画編集する段階になったら、画面中真っ暗で、明るさ上げないと、編集できたもんじゃないのかもしれない。動画見てる方々にとってはなんでこの実況者こんな暗いのにサクサク移動できてんだっていうような感じになってる可能性もあんな。これかなりディスプレイの明るさ高めにしてやってるから、ディスプレイの明るさを明るくすんのもね、もともとデフォルト設定が明るいんだよね。 FPS 向けのディスプレイ使ってて、もともとがかなり明るい設定になってる。多分遠くの方まで見るためなんだろうけど、イベントらしきイベントが全く起こる気配がない。これ部屋回転させた後はどうなんだここあんまりおかわりなくといったところかな。あ、だけど穴と穴を合わせることによってさ、すべての部屋に行き来できるようになるとかって言ってたよね。これますます謎が深まるんだけど。ねえ、これ全部の部屋の鍵マジで開くようにしてくんない？全部の部屋に行き来回転させる塩梅によって全部の部屋が行き来できるっていうのは相当厄介かも。行ってる部屋と行ってね部屋が分かんねえかんな。くそ、次どうすればいい俺このワードと実況者失格の烙印が発動しちゃうかもしんねえわ。もしくはもうしてるか。一旦謎解きになるとね、どうしてもこの俺の頭ではといったところがあるんで、水門の動かし方やっぱりちょっとありそうなんだよね。だけどこうなってくると地下1階の水車を動かすためのパターンがあるはず。そのパターンを探らないと。これ行ったり来たりしながらやらないといけないのかな、やっぱり。けどこれ水門いじれないんだよね、そもそも。調べても何も起きないし。あ、わかった。これも部屋の回転なんだ。水門を開けろ開けないじゃなくて、やっぱりそうだ。部屋回転させて水を下の階まで行くようにパイプをうまくつながないといけないんだ。で、問題は片方側からしか水を当ててはいけないっていうことだよね。となってくるとこうマップを見て、左上か右下の部分のどっちかに水が当たるように部屋を調整すればいいんだ。一回またじゃあ下に戻らないと。
これさ、一気に降りるぐらいの選択肢を用意してくれていてもよかったんじゃないの、はしご。何回まで降りますかみたいな。と思いますけど。まあ、はしごがあるだけでも良心的か。と思うことにした。え、ちょっと待って。扉どっち？反対側だったわ。結構頭を使わされる謎解きだねこの俺の頭では。で、1階の部屋は回転させることができなくて、2階以降だよな。そしたら水をうまく伝わらせるために部屋を回転させないといけない。で、3階はこれは水どういう状態になってんだ。3階で止まってるってことかな。3階で止まってるってことは、上に上がらないといけないのが3階で上がって、もうちょっと何回か回してみよう。で、これはどうだった？これ小さい点と大きい点。あ、小さい点になってれば、下まで水が滴ってるってことね。じゃあとりあえず右上じゃない右下と左上を2階に通したから、3階はこれで OK じゃないか。で、あとは2階を調整して、今この状態だったら水車両方側から水当たってるってことだよね、多分。1階も全部左上と右下点になってるから、下まで水が流れ落ちてってるってことだよね。ということは、あとは2階をうまく動かして、2階右に1回動かせばいけるんじゃないか。と思うんだけど、このマップを見る限りでは。これどうだ？あ、2階で全部止まっちゃった。ちょっと待ってね。もう1回回せばいいのかな？独房のマスカラで言ったら、もう一回回せばちゃんとパイプが合致する。これでいけるんじゃないか。一回右上と右下が水通ってるから、水車の右下の方向だけに水が当たってるような状態にこれになったと思うわ。これは多分いけると思う。でだよ、水車を回してたのはいいんだけど、3階独房の電気をつけるには、3階独房の電気ってそもそも何さ。そういえば光を当てるとかなんとかっていうアーカイブもあったよな。これで照明はついたと仮定して、その後照明を使って何かをしろってことだよね。で、この血のついてる部屋は合わせたでしょ？縦に。独房を分かることすることは重要である。穴と穴を組み合わせれば全ての独房に光を導くことができる。ちょっと分からんねなんか謎解きと謎解きをつなぎ合わせることによって何が起きるのかよく分かんねえんだけど、ちょっとそしたらカットしよう。神殿あるまで。水門を動かすことと光を当てることにどういった関係があるのか。
3階に戻ってきたんだけど、照明ついてるね、これ。上の明かりが明るくなってる。で、これをどういう風に活用していけばいいのかっていうのが、まだちょっとよくわからない。3階は全部の部屋の独房に入ることができるんだよね。隠れたい、でも隠れない。だけどね、下手に部屋を回転させるとまた照明が消えちゃうんだよね。水車が止まるから。だから特定のパターンで部屋を回転させる必要があるのかな。床の穴と部屋の照明がなんていうかマッチするような。部屋の回転のさせ方、まあ、もしかしたら存在するとかも。あ、床の血の跡がどうのこうのっていうのもあったよね。だからもしかしたらこれ床の血の跡を1階から3階合わせつつ水門も動かすみたいなパターンがもしかしたらあるのかな。血がついてる部屋を合わせるでしょ。これさっき合わせたよな。で、合わせたら、え、ちょっと待って、これまあ、俺は拷問室に行かないといけないんだけど、血の部屋を3つ合わせるとビンゴとかって言ってたけど、相手とは拷問室の扉じゃなくて、あのデブがいた扉でしょ。まあ俺の仮説が正しければ水門を回しつつ床の血のついた部屋も合わせるっていうパターンだよね。いやだよ、ちげえわ。床の血のついた部屋を1階から3階まで合わせるパターンがそもそも一通りしかないから、水門を動かそうと思ったら血のついた床も強制的にずれちゃうんだ。いや、わからんねこれマジでわからん。俺どうすりゃいいんだ。すまん、そしたら一回切るわ。またあのね、進展があったところから再開にする。申し訳ない、マジでわかんねえ。少しね、四苦八苦するわいやだけどこういう謎解きやってるとちょっとワクワクするね。なんか昔のバイオハザードやってるみたいで。一回手動セーブ取ろう。時間かかるかもしんねえから。なんか懐かしくもあるし、子どもの時代の映像ってそれになんかホラー感も一番強いような気がする。敵の動きもカクカクしてるし。最近のさ、ゲームは逆にリアルすぎるっていうようなイメージがあるわ。なんかね、リアルすぎてそこまで多分怖い表現にすることできないんだろうね。発売できなくなっちゃうかもしれないから。よし、それじゃあ今日はここまでにしよう。あんまり進展なくて申し訳ない。
謎解きが絡むとどうしてもね。では、ご視聴ありがとうございました。